めっちゃ運動した。ちゅんちゅんさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ちゅんちゅんさんありがとう、ありがとう。こんばんは、サリヤホヤホー。今日は木曜日。今週1週間早いな、という間ですね。こんばんは。今日運動しすぎてマジで疲労困憊です。疲労困憊。昼間あったかかったですね今日。朝夜はね結構寒かったけど、昼間あったかいとやっぱいいですよね。こんばんは。こんばんは。あ、すごい。ショールームのさギフト、ホワイトデーだったのがなんか卒業式になりましたね。新しくなってる、かわいい。知らなかった。ね、こんばんは。ショールームってなんかさギフトが季節ごとにさかわいいの出るからいいよね。なんかテンション上がる。こんばんは、こんばんは。ばんはばんは。こんばんは。もうあと2週間後は4月。確かにあと半月で4月ですね。早いな、めっちゃ早い。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ほう、なんかバタバタで感覚なかった。そんな、なんかバタバタした気がする。こんばんは。こんばんは。新車で600万台の欲しかった車が絶版で今では1000万円オーバーになってしまいました。早く買えばよかったってやつですね。大変それは。そう、舞台ももうすぐですね。こんばんは。やばい、めっちゃあくび出る。めっちゃあくび出るんだけど、どうしよう。こんばんは。サリン、こんばんは、こんばんは。休めるように魔法かけてくれたけど2日は無理かも。嘘、つらい。サヤの魔力が弱かった。サリン、こんばんは、こんばんは。今日劇場公演のついでにサイリンあつのプレゼントを受けておいた。お、今日どこのチームが劇場公演してたんだろう。昨日チーム4ですよね。昨日どこだろう、把握してなくて。そう、劇場スケジュールが全然把握できない。
あ、私の UR が出た。クッキー割ったら私の UR 出てきたんだけど。やった。あ、あかりちゃんの卒業公演か。今日か。なるほどね。寂しくなりますね。こんばんは。そうそう、ユニバにも来て、そうユニバさ、めっちゃびっくりした。目覚ましでさ、ルカちゃんがユニバの紹介みたいなしてて、めっちゃすごいよね。マリオのエリア行きたいな。目覚ましライブにも出るとか言ってた。あ、本当？すごい。すごいね。めっちゃ大活躍っていうか、すごい。マリオのグッズ絶対買いたいって。そう、なんかマリオのグッ、何、傘。傘がすごい可愛いんだって。そう、それ欲しい。ビニール傘なんだけど、すごい柄が可愛いらしくて。あ、いろいろグッズ可愛いんですよ。欲しいな。なんかグッズ買いに行きたい、なんなら。こんばんは。いいですよね。遊園地行きたいな。当分叶わぬ夢。遊びたい、遊びを求めている。ねえ、早く行けるようになったらいいですね。かわいい、ありがとうございます。イエイ。桜の時期、桜が咲き始めたみたいな。長野はまだですけど。お花見、お花見ってさ、なんかさやのイメージではなんかあんまりブルーシート引いてパーティーみたいな感じじゃなくて、宴会みたいな感じじゃなくて、なんか普通に街を歩いてて横目に桜を見て歩くのが好きなんですよ。そう、だから桜見たい。桜が見たいな。結構桜の花好きなんだよね。可愛いから。可愛いから。桜ソングで真っ先に思い浮かぶ曲は何？桜の花は花は
ない、歌詞で忘れちゃった。桜のしおりですね。すごい好きこの曲、やっぱ卒業ソングって感じ、合唱曲って感じ、卒業のめっちゃ好きですよ。あとはあれかな、いきものがかりさんの曲かな。そんな感じ、さやの桜ソング。春っていいよね。でも最近風強くてな、バカみたいに風強いからな。春は風が嫌だね、田舎は特に。畑があると非常に大変。何が卒業式何歌ったの？全然覚えてない。全然何歌ったか覚えてないです。中学の時なんて忘れちゃったよね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日めっちゃくびれちゃう、なぜだ。やはり過ごしやすい天陽気な感じになってきてかなりいいですね。今日とかめっちゃ良かった。ポカポカ陽気がいいです。風が強いのがなければとても良い。こんばんは、遊びに来ました。こんばんは。やっぱね、昼夜の寒暖差ありますよね、結構この時期。セリン、こんばんは、こんばんは。あ、ゴールデンベッドタイムが始まった。そんなことを話してたら、こんばんは。最近お昼ご飯食べた後必ず眠くなる。昼ご飯食べてさ、お腹が満たされた後ってちょっとその日差しが入ったりしてポカポカしてるともうダメよね。全然寝ちゃうよね。むっちゃわかる。なんなのよね、あの魔の時間、本当にどんなに頑張ってもこらえられない。やっとスギ花粉が終わるから嬉しい。あ、スギ花粉ってそろそろ終わる時期なんですか。そうなんだ。めちゃくちゃ久しぶりに10ベッドして買った。あ、それは嬉しい。10ベッド分の喜びがあるよね。やっぱり大事よね、10ベッドして勝つの。
なんか今日さ、ちょっと古着屋さんに行ったんですよ、友達と。そう、めっちゃ楽しかったんだけどさ、なんかすごい気に入った洋服あったのにさ、買わないで帰ってきちゃった。また行って買おう。久しぶりに喋ったな、友達と。おもろかった。古着ね、かわいいですよね。こんばんは。Love from America. Oh, thank you. Thank you. Me too. でも古着そう、意外といい値段するからさ、ちょっとためらっちゃった。こんばんは。リサイクルショップは行ったことないけど、着こなしたい。なんか友達がめっちゃね、古着とか着こなせる人だから、見習っていきたいと思っている。サイリンママは電話出た時声のトーンが上がる？ママはめっちゃ声低い。低いです。低いです。兄ちゃんと間違われるぐらい低い。兄ちゃんが声高いんですよ。で、ママが声低いから。そう。なんか間違えられるって言ってました。そうらしいです。サイは声のトーン上がります。兄ちゃんも声のトーン上がります、電話の時。もしもしってなっちゃう。そう、サイはめっちゃ上がる。やっぱ高い声の方が通るからね、相手に伝わる。何喋ってっか、遠くの人に伝えたい時とかって声を大きくする、高くして大きくするじゃないですか。電話でもそうなっちゃう。よいしょ。今日なんかめっちゃ眠くて全然頭回ってないんだけど、なんかめっちゃまったり配信じゃない？今日のんびりまったりみたいなね、めっちゃのんびり。自分の声を録音して聞いたら変な感じ。さえも自分の声めっちゃ好きじゃなかったけど、まあこういうお仕事するようになってから自分の声聞くことがバカみたいに増えたので、なんか慣れましたね。人間やっぱ慣れって大事です。大変ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。キッキンネム祭りなんだけど、なんで今日こんな眠いんだろう。結構ね、今日遅くまで寝てたんですよ。ゆっくりしたの。今日は寝る日にしようと思って。でもかなり、やっぱ動いたからかな、やっぱ体を動かすって快眠ですよね。やっぱ運動って大事なんだろうな。当たり前のこと言ってる説ある。かわいい、ありがとう。でも今日は二重幅がかなり狭い日です。あ、すごい、今広い。あ、戻った。なんか変な目。おもろ。
私も気づかれしても疲れた。ね、気づかれしちゃうね、やっぱ新しい環境ってね。それはあるわ。サイリンの喋り方も今日はまったり。本当に超まったりしてない？がって感じ、表すならめっちゃまったり。ずっとあくび出そうすごくない？ずっとあくび出そうなんだけど。そんなことあるんだ。遊びに来たよ、ありがとう。なんかでもさやがこうやってこういうまったり配信してるとコメントの流れもゆっくりになることが多いから、コメントもゆっくりでさやもゆっくりでみたいな、こう相乗効果でどんどんまったりになっていくっていうのはあるあるだと思いますそう、相乗効果がありますな。かわいい、ありがとう、嬉しい、嬉しいです。今日はコメントながらいつもよりこうみんなものんびりしてる二人の声を癒し、ありがとう。ゴールデンウェッタイムになあちゃんがよく出没してるらしいけど当たらない。ゴールデンベッドタイムさん、やってる母数がめっちゃ多いからさ、ナナさんに会えるなんてもうなんかすんごい確率になるんだろうね、きっと。さや、そんな気がしている。今日朝メイクしながらドボンやってたらね、すごい家を出る予定の時間を過ぎちゃったのんびりしちゃった、のんびりドボンやっちゃった。そんなこともありました。こんばんは。すごい、もうまぶたが落ちてくるぐらい眠くなってきた。すごくない？そんな眠いことある？運動ってやばいね。運動ってこんな眠くなるんだ体を動かしたから。すごいな。ちょっと30分ぐらいで終わりにしようかな。あまりにも眠すぎるし、あまりにも時の流れがゆっくりすぎる。まだ10分か。もう30分ぐらいやってる気持ちだったけど意外と経ってない問題ねえ、まだ21時なのにね、眠くなっちゃったよね。コインが月末までになくなりそう。フォチュンクッキー開いてると コイン減っちゃうよね。こんばんは、こんばんは。健康的だね。そう、健康的。今日花粉症のせいか一日中眠い気がする。花粉症の人は確かにそういうのもあるかも。ぼーっとするもんね、なんか頭が。多分さやの花粉症知識。しけんさん、こんばんは、こんばんは。ありがとう、見に来てくれて。うれぴーです。いつでも寝れるな今日もう
プーン20個使ってハート1個しかもらえず、つらい。でも30個とか使っても開かない時ありますよね。でもさ、今スプーンずっと溜まっちゃうんだけど、毎回ね一戦やるたびにそのスプーンでこあのクッキーを割るようにしてるんですよ最近。そう、なのにスプーンが減らない、400を切らない、ずっと使ってるのに、減ってほしいのに、なんかもったいない感じしちゃうじゃんね、残ったまま。サリーの YouTube の給食のやつ見ました。ありがとう、嬉しいです、嬉しいです、頑張ってください、ありがとう。なんかそうそう、スプーンが減ってかないんだよね。最初は全く割らなかったの、全くクッキーめんどくさくて割ってなかったら、なんかポンスカポンスカ溜まっちゃって、なんかすごい量になっちゃったんだけど、今は毎戦のたびに割ってんだけど、400より減らなくて、そう、逆に困る。クッキー割った数は198個ですね。クッキーを割った総数は198個でした。 YouTube 美味しそうすぎて長野県住みたいとすら思った。いいですよ長野県、めちゃくちゃ住みやすい町です。住みやすい町ナンバーワンだと思っています、個人的にはね。特別系の名前だったら9枚ですね、今9枚になりました。こんばんは、こんばんは。今そんな感じですね、ドボン、サイちゃんの状況は。あ、150個あって1枚、嘘、そんな低いことある確率、なんで？なんで？なんでって聞かれてもね、こっちが聞きたいわって気持ちですよね、そりゃ。なんでさ、こんな当たるんだろう。それはだって普通のクッキーでめっちゃ当たるよ。相当なんかタイミングがいいのかな。こんばんは。このイベントっていつまでなんだろう、フォーチュンクッキーイベントって。そういえば今対戦中で確認しに行けない。すごいファン、めっちゃファンの人と当たるようになったな最近、嬉しい、嬉しいです。じゃあみんなにさやの分まで特別券が出ることを祈っています。20日まで、あ、もうすぐに終わるんだ。フォーチュンクッキー終わったら何のイベントだろう。何のイベントだ。どんなのがあったっけ。まだいつも分かんなくなっちゃうねんな、と思う。こんばんは。次何のイベントだ。まるで思い出せない。ぜひ有識者の方コメント残してください。多分ハイ&ローじゃない、あれも1イベントなんだ。あれめっちゃ苦手、あんな無理よ、できたことない。できたことない、あれめっちゃ下手、あれマジで。今日はこの前やったから多分次じゃないと思う。こんばんは、
こんばんは。やっぱミンチャルが一番おもろいかな、やる気出るし。やる気出るっていう問題ね。まあそんな感じで、ちょっとそろそろ終わりにしようかな。30分ぐらい経ちましたね。ではランキングを読みたいと思います。13位ダイカンさん、ありがとうございます。12位ピアノマンさん、ありがとうございます。11位キャロンさん、ありがとうございます。14位メイラさん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位マンダリニさん、ありがとうございます。7位バイクの小僧さん、ありがとうございます。6位トモチさん、ありがとうございます。声はサッピさん、ありがとうございます。4位アンディさん、ありがとうございます。ありがとう。3位ユッチさん、ありがとうございます。2位トメさん、ありがとうございます。そして1位はチュンチュンさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。今日もありがとうございました。今日はまったり配信でしたけども、お付き合いいただきましてありがとう。また明日も頑張っていきましょう。明日は動画編集めっちゃ頑張るぞ。ではおやすみ、バイバイ。